どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら。東海大学安楽死事件です。皆さんは安楽死という問題について考えたことがあるでしょうか？海外では安楽死に関する法律が成立したというニュースをよく見かけます。遠い話のようにも思えますが、もしかしたらあなたの身近にも起こるかもしれません。そこで、安楽死という問題について何が問題になっているのかを考える上で、今日の事例はきっと役に立つと思いますので、ぜひとも聞いてみてくださいね。さて、どんな事件だったのかと言いますと、会社員だった藤原さんは会社の健康診断で貧血と血小板の減少を指摘され、多発性骨髄症の疑いで東海大学医学部附属病院に入院することになりました。大学病院の助手だった徳永医師が引き継いで藤原さんの治療にあたり、病名は家族にのみ告知されていました。その後、昏睡状態が続いていたことから、藤原さんの妻と長男は、もう一週間以上も寝ずに付き添ってきまして疲れました、もう治らないなら治療をやめてほしいのです。これ以上父の苦しむ姿は見ていられないので、苦しみから解放させて楽にしてやってほしいと迫りましたが、徳永医師がこれを拒むと、そんなことをおっしゃらずに何とか主人を眠らせてほしいんです。この病院では何一つ家族の希望は聞いてもらえないんですかと、治療の中止を強く要望したため、徳永医師はしぶしぶカテーテルや点滴を外すなどして治療を中止しました。しかしその後も長男が、父のいびきを聞いているのが辛いんです、早く父を楽にしてくれませんか、今日中に家に連れて帰りたいんですと訴えました。徳永医師はいびきを止めるということは息を止めることだと説得するも、父を早く楽にの一点張りだったので、仕方なく徳永医師は鎮静剤を注射しましたが、息子には薬物についての説明はしていませんでした。それでも患者の状態に変わりがなかったことから、息子は再びナースステーションに行き、徳永医師を呼び出して、先生は何をやってるんですか？まだ息をしてるじゃないですか。早く父を家に連れて帰りたい。どうしても今日中に家に連れて帰りたい。何とかしてください。と執拗に要望したため、今度は塩化カリウムを投与して死に至らしめました。しかし翌日、病棟の医療スタッフの間で徳永医師の一連の行為が問題視され、懲罰委員会が開かれた後、徳永医師は病院側から懲戒免職を言い渡された上、警察にも逮捕されました。また、家族側も命を絶つ薬なら投与を断っていたと述べるなどして、横浜地検は徳永医師を殺人罪により起訴しました。被告人となった徳永医師は、早く楽にという家族の依頼は、本人の意思を代弁したと推定でき、穏やかな死を願って行った私の行為は、適法な安楽死に当たるはずです。また、検察官は殺人をそそのかした長男は起訴せずに、私のみを起訴したのであるから、そうした起訴は公正さを欠き、違法と言うべきである、と主張しました。これらを受けて、横浜地方裁判所の裁判長は、主文、被告人を懲役2年、執行猶予2年とする。患者の死期が迫っていたが、昏睡状態で意思表示ができず、また痛みも感じていなかったので、安楽死としては許容されない。と判決を下しました。今回のケースで裁判所は、安楽死が許容されるための4つの条件を提示していました。ちなみに、長男の
早く楽にしてほしいという言葉は、安らかな自然死を望むという言葉であって、医師と家族との間の意思疎通が不十分であったとも認定されていますので、治療にあたっては患者の家族との間で明確な合意をしておくことが必要です。この事件が安楽死について深く考えるきっかけになれば幸いです。以上、エンタメ法学でした。ではまた。